皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もフォールアウト4遊んでいきましょう。ナショナルガード訓練場、ここも建物の中だよね。やっぱり無線の救難信号、多分救難信号が出てる。マジ車燃える。あー、これ強度があるのか。なるほどね。で、まあ近いところに行きなさいっていう感じかな。あっ、あ、危ない。ていうかこの近くにいるんじゃないの多分。こっちに何かあるよ。頭を下げていろ。大丈夫か。ロストした。だいぶ近いな。多分そこに落ちたんだよね。あの近くに他の人がいると思われるんだけども。それで何をするつもりなんだ。ほら近いもん。だいぶ離れたな。 14%。 結構変動するよこれ。この辺りはちょっと強いね。ローマちゃん、こっちか。ん？ロストした。なんだこれ。今回ね、ちょっとなんか右往左往してすいませんね。なかなかつかみどころのないクエストだね。あ、危ない。なんなのもう。急な信号また消えた。近いな。リアルタイムに出せよ。あのパーセンテージをリアルタイムに出してほしい。近いね。うん、離れた。 26%。 危ない。こっちめっちゃ強いぞ。58%。 だいぶ近いな。これこんなかっぽいな。結局まあこの中に用があったっぽいね。なんだ。うん、近いもん。なんだ、さっさと入っておけばよかった。ガビちゃん、でこの中にその目的ダブルであるっぽいね。殺すべき対象と、でさらにホロテープ。もう一発。はい、
死んでない。はい。もう一発。はい。いや、でも今回のクエストの巡り合わせなんかすごいね。よし。出発しよう。近いな。生活の痕跡がある。近いな。フュージョンコア3つ。この中っぽいぞ。どうも。ただこれエキスパート持ってないと入れんぞ。いや、こっちか。こいつか。ホロテープで、これを再生していく。ナイト・アストリン。ナイト・タラ・アストリン BOS 偵察チーム 429α シリアルナンバー3431。ディストレスパルサーを発信してから3時間、パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない。命令はこの陣地を何が何でも守ることだった。陣地は全て制圧された。このドアももう長くは持たない。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。まだあんのか。なるほどね。沿岸の衛星アレイってのは前回のアレイかな。そっちだね。話せるぞ。本当に悪い奴らが来るかも。ここは安全じゃないわ。シェリー・ティラー。そっちのことは知らない。いいからどっか行って。お願い、近づかないで。そっちのことは知らない。いいからどっか行って。話して解決できる人ではないのか。なあ。そっちのことは知らない。いいからどっか行って。でもこれね、すごいかわいそうなんだけど、殺すしかないんだよね、選択肢が。ああ、お願い、近づかないで。話せないもんね。マジか。かわいそうだけども。オプション、暗殺する。すまない。これで OK。 でさらに依頼金を回収する。なんだそれ。ガービちゃんが怒った。まだ続くんか。パスワード、よしよし。金庫。素晴らしい。スコープ付きのピストル。待って、パスワードで、このドアをアンロック。よし。びっくりした、急に来たもん。そういえばね、ゾンビといえば、まあウォーキングデッドなんですけども、ヨードラのあれね、いつ終わるんですかね。正直ね、シーズン3-4あたりが一番面白かったかな。あの総督のあたりの下りね。ここなんだこれ。
どん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 ダンジョンが広がっていく。どうしようこれ、今ね編集どうしようかなってすごい考えてんだよね。このパートだけ異様に長いパートになってしまいそうだな。全部ではない。ガービーちゃん結構適当だよ、敵の数の管理は。おそらく強いなんか光しもの系の人はいるんじゃないの。ガービーちゃん大丈夫か。うん、ここなんすかね、何があるんだ。ステルスボーイ、他にも特に目立ったもんは今のところないね。なんだろうな、何があるんだ。音がする。下か。この建物が何なのかがよくわからん。ローマちゃん、どうした。遠隔だの操作。多分これで武器庫の鍵が開いたっぽいな。オートマチックレーザーピストルはいらないね。武器庫ってどこだ、どこだ。こっちから来たもんね。出た、光しもの。クリティカルを使っていく。こいつに殴られるとね、ラッドがもりっとたまるんで、なるべくバッツで。よし、なんすかこいつ。伝説のフェラルグールリーバー。ミュータントスレイヤーレザーマー、右足あんまり強くない。ここはただのトイレ。さっきどこの扉が開いたんだ。武器庫、
このなんて言うんだろうね、当てもなくさまよってる感、これすごいね。一体ここで何をすんのか全然わからん。人参、武器庫がどこで開いたんじゃ。こっちかな、こっちか。うん、外に来た。でさらにドアをアンロック。これでもしかしてここ開いたってこと。あ、やっぱり武器庫。しかもここロード別ですね。なんで、なんですかねここはね。やばいな、中になんか見たことないもんがいる。なんだあれ、なんだこいつ。でパスワード使って開いて、干からびたフェラルグル、しかも弱いよ。大丈夫だ、問題ない。一応弾薬回収して、でパワーマか。パワーマね、レッドロケットウンタラに置いといたら勝手にね住民が使ってどっか行ったんだよね。置きっぱなしにされて。よし、これでクリティカルがたまった。マークスマンハードオートマチックコンバットショットガン、これは強いんじゃない。やった、一応これだけっぽいかな。とプロテクトロン、これですね、コンバットショットガン74。ショートのコンバットショットガンよりはまあ強いか。そしたらこれでようやく帰っていこうか。パワーマー、起動することもできるけども、どうしよう。いらないといえばいらないかな。一応どうしよう、持ってくか。フュージョンコアガッチャンして、よしと。そうしたら帰っていく。なんだ、なんだこいつ。待って、 HP の減り方が半端ない。まずい、ミサイルランチャー、どっから来たこいつ。いや、びっくりしたわ。なんすかこの子。フュージョンコア2個、怖い。危ねえ、びっくりした。普通のあのタレットかと思った。これでここは終わりかな。でそうしたらようやくですね、暗殺の依頼金を回収する。どこ、
いや、近いな。割と近い。ね、この近く、どっちだ？マップ。こっちだね。そっちか。これか。置いてある。よしと。これで、ようやく、クリアかな。で、そしたらグッドネイバーでシルバーシュラードの放送を聞く。戻っていきましょう。なんすかねこれ。一応これラジオを聞いていきましょう。最新ニュース。あ、違う。AJとその取り巻きを倒したのはボビーじゃないよ。シルバーシュラウドだよ。信じられないなら名刺を見て。次だよリスナーさん。正義がグッドネイバーにやってくる。すぐにわかるよ。次のニュースだ。まだの。我らがヒーロー、シルバーシュラウドに会いたいって。今どこにいても気をつけてね、シュラウド。みんな味方だよ。ハンコック？とりあえず会いに行くか、ハンコック。悪がボストンの街中に。これちょっとうるさいんで。驚いた。ブリキ艦だ。これしかしどこまで続くのこのクエスト、長すぎない？ハンコック市長。まあボッピに騙されてなかったらもっと良かったが、ほら金を守ってくれた礼だ。ボッピを片付けてくれたのはいい判断。まずはボッピの話。悪かった、いろいろと。おい、グッドネイバーだぞ。悪い感情はない。聞いてくれ、この高級三角帽子に押しつぶされそうなんだ。俺はどうなってしまっている？暴君になってしまったか？数年前なら喜んで一緒に働いていたような人間を殺しまくってる。休暇が必要だ。一番大事なものを取り戻さないと。自由に生きるって。市長としての重圧に耐えきれなくなってきたのか。一緒に来て。またね。じゃあまた近いうちに、ハンコック。ああそうしよう。いろいろあったから考えを整理しようと思う。ハンサムなグールに守ってもらう必要が出てきたら知らせてくれ。これでハンコックも仲間にできるのか。ハンコック。ああおかえり。いやまた今度。シルバーシュラウドとしてということは、あの衣装に着替えるのかな。いや、ハンコック。ああおかえり。ものす、一緒に連れて行ったとしてちょっと変じゃないか。俺は市民の味方だぞ。出て行って弱者を、人の金を盗んだって。わかった、ハンコック。仲間になって出発する。待ってね、一回仲間になってくれを選択した後で、そっち行ったな。おい、みんな集まってくれ。聞いてもらいたいことがある。なんだ。慌てないでくれ。ごゆっくりどうぞ。みんな、俺には休暇が必要だ。この怖いもの知らずのリーダーはもう一度外に出ていかないといけない。泥まみれになって殴り合うってことがどういう感覚か忘れる前に。行かないでくれ、ハンコック。ここにいてくれ。心はいつもここにいるよ、兄弟。グッドネイバーとは切っても切れない関係だ。でも情熱的な恋愛と同じように時々は別々に過ごさないといけない。冷静になるんだ。自分が誰かってことを思い出さないといけない。だから出ていく。私はまだ市長だし、必要とされた時はまた来るが、
安全な生き方をするのはもうやめないといけない。誰しも分かっている通り、権力を持った人間が長い間あぐらをかいていていいはずがないからだ。なるほど。さあ、連邦で一番の町はどこだ。自由に生きられる場所は裁かれることなく。グッドネイバー。グッドネイバー。人民のための。人民による。人々の心に。あ、それはないんだ。刻み込め。はい。やあ、ハンコック。それで、もう歩き出す準備はできているんだ。いや、違う、シルバーシュラードの話なんだ。また帰っちゃった。なんすかね、これ。今度下行った。お、これでようやくシルバーシュラード認定されたっぽいな。シルバーシュラードか。もう歩き出す準備はできている。これは行くね。死が訪れるぜ。後にしてくれ。好きにしてくれ。まだダメっぽいね。で、彼がまたそこに戻っていく。それはシルバーシュラードでしょ。これでようやくオッケー。やあ、ハンコック。それで、もう歩き出す準備はできているのか。ダメっぽいかな。まだ一緒に旅をしたいのか。我に七難八苦を与えたまえってな。そうしよう。決まったな。後で後悔するようなことを彼に言わせるな。なんだ、やきもちか。一応ガービーをレッドロケットに送って、で、ハンコックと話す。話せない。おい、くそ、変装ごっこはさぞ楽しいだろうが、大ごとに足を突っ込んでいることを忘れるな。ケント坊やのために倒してきた下っ端たち。お、言ったっぽいね。同じクソッタレの手下なんだ。そのクソッタレが古臭い復讐をしようとしている。わかるか。クソッタレって誰。それでこのクソッタレって誰だ。やつの名前は新人。二つのレイダー組織を手に入れて恐ろしいものにしている。今は小さい魚だが、放っておくと。たまたま他の手下がどこにいるか知っている。スマイリングケイトはバンカーヒルの外で動いている。ノーシーの住処はプロスペクトヒルだ。奴らを殺せば黒幕本人の隠れ場所を見つけられるかもしれない。奴がいなくなればグッドネイバーはもっと穏やかな場所になる。コミュニティへの奉仕をするつもりだ。そうか、それでいい。新人の面倒を見てくれればいくらかお礼をするよ。いいか。なるほど、さらに二人殺すんか、こっから。さあ、ではね、今回あまりに長くなってしまったんで一旦ここで終わりにして、で、また次回につなげていきたいと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださるととても嬉しいです。ではね、また次回フォールアウト4でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。